バス通り。バス通り。ああ、御意向。これか。あの緑のあの桜。これ？緑のあの花のな。緑の花咲く。これ？うん、桜でも。知らんかった。来年写真撮りに行こうか。上を？漁行？漁行。どうやって行ったら近いだろう。どこ？バス通り。あのね、あそこのところピキッと曲がるやんか。あのバス、バスがクキッと曲がるでしょ、そっちで、うん、お兄さんの道の方で、そっちの通りやね。車でちょっと行ってみようか、遠かったら大変やし。でどの道だ、この道ではなくて、違う、この道じゃなくて、バスでしょ、うん、もう少し戻るでしょ、うん、で、ほら、そこ、お兄さんのところの仙北2号線か、うん、あれ3号線か、仙北3号線、そうやな、うん、あの3号線沿い、延命村に行く道、延命村、そこまっすぐ行ったら延命村でしょ、ああ、そうそうそう、バスまっすぐ行って、うんうん、その線、うん、もう下からみたいでしょはあはあはあ、その道路の右側にあるってわけな、あの君らの兄貴とこへ行くとしたら、ドイツかなんか、お母さんがローテンブルクっていうところ、景色がどうのこうの言うてる方向のちょっと手前、手前にあるわけか、うん、こっち行かないの、こっちの日陰が多いんちゃうかなと思った、日陰が多くってもうどうせ、あと筒のところから上に上がるだけで、あ、バラの綺麗なとこ見せてあげる、これはさっきのやってたのは三池台でやってるわけな、三池台の自治会の文化祭、住所でいうところの三池台、うん、前だもんサイトだよ、ここの表の方も止まって落ちたって、落ちたってね、止まって自転車でね、うん、カ
階段を降りて落ちたというか、落ちたというか、それでものすごいことになったって言って友達が迎えに来たのよ。母さん血を変えてきたら血だらけになっておって、ここに僕もゆいちゃんの方からバットをなんか横にこうつけて、ここのさ、このここここからダダダダッと落ちて、バットが引っかかったんだってバット横にしてて、ほらほら、すごいバラ、全然日陰じゃないけど、いいの、あの白く見えるのもバラか、一本で全部広がっとるんだよ。